かつてひなこという女がいた。今日という日は矢をなしに勝手に去っていって、明日という日は死なない限り絶対にやってくる。明日を生きるのも自分である。そんな当たり前のことを知らない人だった。今目の前にある感覚だけしか信じられない人だった。さよなら。彼女はいつも泣いてばかり。彼女はいつも泣いてばかりだ。泣くことは気持ちがいい。解決した気になってしまう。そしてそのまま何も成長できずに死ぬ。だけどどうしようもないときは泣くしかない。解決することができないのだから。君は今日僕が言ったことも明日にはその涙とともに忘れ去ってしまう。トマツのこと好き？だったらトマツの家まで競争ね。
Ugh!